潮風は日本海軍の駆逐艦、ミネ風型の八番艦である。艦名は海上や海岸近くで吹く潮気を含んだ風を意味する。1917年、大正6年度計画により計画され、舞鶴海軍交渉で1920年5月15日に寄港。1920年10月22日に浸水。 1921年7月29日に竣工した。竣工と同時に一等駆逐艦に類別され、横須賀鎮守府席となる。12月5日、第三駆逐隊に編入。1922年12月1日、第三駆逐隊は、第二艦隊、第二水雷戦隊指揮下となる。1923年12月1日、第三駆逐隊は、横須賀鎮府予備艦となる。 1925年12月1日、第3駆逐隊は、再度、第2艦隊、第2水雷戦隊指揮下となる。1926年12月1日、第3駆逐隊は、横須賀陳付予備艦となる。1928年3月9日1100、横須賀湾にて、魚雷発射訓練中、速力試験中の E21 と衝突事故を起こして、損傷。横須賀に戻って、 修理を受ける。九百三十年十二月一日、第三駆逐隊は、大港陽港部部隊指揮下となる。九百三十二年十二月一日、第三駆逐隊は、横須賀鎮守府部隊指揮下となる。九百三十三年十二月十一日、第三駆逐隊は、横須賀鎮守府横須賀警備センターに編入。九百三十四年十一月十五日、 第3駆逐隊は、マコウ洋行部部隊に編入。1935年11月15日、第3駆逐隊は、横須賀陳守府横須賀警備戦隊に編入。1937年から始まった日中戦争に参加し、河南の沿岸作戦に参加。9月1日、第3駆逐隊は、第3艦隊第3水雷戦隊指揮下となる。12月1日、 第3駆逐隊は、第4艦隊第5水雷戦隊指揮下となる。1938年12月15日、第3駆逐隊は、解体され、潮風は、横須賀鎮府部隊指揮下となる。1940年2月3日、潮風は、横須賀鎮府予備艦となる。10月15日、姉妹艦の夕風、歩風と共に再度第3駆逐隊を編成。 11月15日、第3駆逐隊は、第1艦隊第1航空戦隊指揮下となり、トンボ釣りに従事する。1941年4月10日、第3駆逐隊は、第1航空艦隊第4航空戦隊指揮下となる。大東亜戦争開戦時、潮風は、第1航空艦隊第4航空戦隊第3駆逐隊に所属。11月29日、潮風は、 空母竜城を護衛して、佐世保を出港し、12月5日にパラオに到着。以降は流城と行動を共にする。1942年1月10日、第三駆逐隊の解体に伴い、潮風は第4航空船隊付属となる。3月2日、ビリトン島南方80海に地点付近で、潮風は、昇風ともに、オランダ海軍の総海艇エンデを撃沈した。 4月10日、潮風は第5艦隊付属となる。13日、従順洋艦長会を護衛して湘南を出港し、23日に横須賀に到着した。その後、潮風はアリューシャン攻略作戦に参加するため大港に移動。以降特設水蒸気母艦君川丸の護衛を行った。7月3日、君川丸が アガツ島沖で爆撃を受けて損傷したため、修理を受けるべく、内地へ戻る動線を横須賀まで護衛した。二隻は14日に横須賀に到着。君川丸はここで潮風と別れ、修理を受けるべく横浜に向かった。その後、潮風は千島列島に向かう輸送船団を護衛した後、舞鶴に移動。その後舞鶴を出港し、南方で船団護衛に従事する。 10月1日、潮風は第1海上護衛隊に編入された。その後も南方での戦団護衛に従事するが、1943年1月18日に一旦横須賀に戻って、整備を受けた後、再び南方での戦団護衛に従事する。9月10日1700、潮風はキールン行きの第195戦団を護衛して、文字を出港する。しかし、 9月13日0206、北緯30度06分統計123度33分、北緯30.100度統計123.550度、12 30.100123.550の、朝鮮群島、東北山東東方 77km 地点付近を航行中、戦団は、米潜水艦スヌークの来撃を受ける。船団前列を航行中の陸軍に輸送船。 山戸丸の左限二番戦争に巨雷一本が命中し、零三零零に沈没する。潮風はスヌークへ向けて爆雷攻撃を実施するが、取り逃がしてしまう。9月17日、船団はキールンに到着する。24日、輸送船11隻で編成された第206、船団を駆逐艦栗と共に護衛して、魔孔を出港。26日、栗が 戦団から分離するが、潮風は文字まで戦団を護衛する。10月3日戦、特設運送船のりひろ丸、陸軍輸送船コロンビア丸、陸軍工作船民両丸等輸送船12隻で編成された第103戦団を、佐世保から出航した潮風は、駆逐艦朝顔と共に護衛して、文字を出航。戦団は2つに分けられ、先行する戦団を朝顔が、 後発する船団を潮風がそれぞれ護衛した。朝顔が護衛する船団は7日2015に、潮風が護衛する船団は8日にそれぞれ魔法に到着した。その後、潮風は単独で、文字に戻った。10日1505、潮風は、火客船定海丸、陸軍輸送船シカゴ丸、特設運送船サンラモン丸、海軍徴用船尾英丸、1K 型戦時標準貨物、 船玉霊岩東油総船10隻からなる高尾行きの第105船団を単独で護衛して文字を出航しかし、10月14日未明、北緯24度30分統計120度28分、北緯24.500度統計120.467度、24.500120.467の台湾昇華沖を航行中、戦団は、 米潜水艦タリビーに発見される。船団はタリビーに追跡され、翌15日0110、北緯24度30分統計120度28分、北緯24.500度統計120.467度、120. 24.500120.467の沿水港沖に至ったところでタリビーの来撃を受ける。魚雷一本が志し、 カゴマルの左舷機関室に命中し、0151に沈没した。サンラモンマル、ヒエマル、タモミネマルが志し、カゴマルの生存者を救助する。船団は、同日に、高尾に到着した。24日1650、潮風は、火脚船カモマル、脚船富士丸、火脚船王力丸で編成された、文字行きのま08船団を護衛して、キールンを出港。 しかし、27日未明、北緯28度25分統計128度02分、北緯、28. 2 8 4日7度統計128.033度、2 8 4 1 7十2 8 0 3 3の奄美大島くじ湾西方 108km 地点付近を航行中、船団は、米潜水艦グレーバック、シャードのウルフバックに発見される。零零二七。 カモマルの選手にシャードの魚雷一本が命中し、沈み始める。0140に、船体放棄がされた、カモマルは0210に沈下が止まった。0620、停止して、カモマルから脱出した乗船者たちの救助作業を、していた、藤丸にグレイバックの魚雷が、左減船尾と左減四番戦争に命中し、0650に沈没した。王力丸は、 富士丸の生存者の救助を終えて被退した後、進路を戻して、航行を開始。潮風は引き続き救助を行った。しかし、1225にグレーバックの魚雷が、王力丸に命中。魚雷は不発だったが、潮風は、作業を打ち切った。28日二戦、潮風と王力丸は、文字に到着した。一方、救助されなかった漂流者たちや、 カモマル乗船者たちは未だ浮いている。カモマルに戻って、応急修理を行い、27日2232、沈没を防ぐべく、九字湾に座礁。後に復帰した。12月13日、潮風は 1TM 型戦時標準タンカー皿枠丸、特設運送船、第2個倉丸、応急タンカー第3伏見丸、貨物船は、旅余丸。 1系型戦時標準貨物船ひすず丸、特設運送船広田岩等輸送船15隻で編成された高尾行きの第121船団を第33号総海艇と共に護衛して文字を出航。しかし17日夜沖縄本島南方洋上航行中船団は米潜水艦アスプロに発見される2226 北緯24度10分統計124度40分、北緯24.167度統計124.667度、12 24.167124.667の地点で、アスプロは大型タンカーとそれに隣接して航行している。貨物船へ向けて、艦備発射艦から魚雷を発射。魚雷日本はひすず丸に向かってきたが、動船は回避に成功。しかし、 さら枠丸ほかタンカー一隻に巨雷一本ずつが命中し、どちらも損傷した。潮風は爆雷20発を投下するも、アスプロを取り逃がしてしまう。20日、戦団は高尾に到着する。1944年2月16日、潮風はタンカー黒潮丸、陸軍特使船田松丸、特設運送船立川丸等輸送船7隻で編成された。 飛45船団を解剖艦三宅と共に護衛して、文字を出港。19日朝、味方航空機が船団上空を飛行して、紹介を行う。夕方、高尾へ向け北上中の飛40船団が、米船、ジャックの攻撃を受けたとの連絡が入る。潮風は、船団から分離し、飛40船団の護衛に向かう。飛40船団を護衛中の20日、 日45戦団は高尾に到着し、水雷艇はやぶさを加えて21日に出港する。日40戦団では何事もなく23日に潮風は日45戦団に合流する。同日、田松丸がはやぶさと共に戦団から分離し、マニラへと向かう。27日1700、戦団は湘南に到着。 潮風は、三宅と共に、ジョホール海峡を通過して、セルター軍港に入港した。一方、潮風が護衛から外れた後の日40戦団は、24日に、米戦グレーバックの攻撃を受けて壊滅する。3月15日、潮風は輸送船13隻で編成された日 50, 戦団を解剖艦感作と共に護衛して、湘南を出港。十八日、戦断は、 三クに到着し、二日に出港。二十四日にマニラに到着し、二十七日に出港。三十日に高尾に到着し、四月一日に出港。二日にマコーに寄港し、四日に出港。八日にモジに到着した。十月十七日千九百空襲警報が発令されたため、潮風はマニラからミリへ向け退避する輸送船団を、 特設放刊火山丸、第21号区選定、水雷定飛踊りと共に護衛して、マニラを出港。しかし、18日朝、北緯14度04分統計119度52分、北緯14.067度統計119.867度、14.067、十 14. 1 9 8 6 7の、ルバング島北西25キロ地点付近を航行中、船団は、 米戦ブルーギルに発見される。0716、ブルーギルは最初の目標と2番目の目標へ向け魚雷3本ずつを発射。魚雷1本が陸軍輸送船アラビア丸のゲーム4番戦争と機関室の間に命中し、同船は航行不能となる。また、魚雷1本が陸軍輸送船鎮マ丸に命中し、同船は沈没した。アラビア丸の救援を 第21号区選定が行う。0938に特設監視艇8マルが1142第104号紹介艇が到着し、救援を行う。1208ブルーギルは朝の攻撃で損傷した7500トン輸送1000個とアラビア丸と新たな目標に対して魚雷6本を発射。アラビア丸の左限選手と 左限二番戦争に一本ずつが命中し、アラビア丸は右弦に20度ほど傾斜。1228に横転し沈没した。八号丸と104号小海底は反転し、1500にマニラに到着した。2015、ブルーギルは未だ浮いていた、アラビア丸、実際には戦団に加わっていた、陸軍輸送船1六6 0へ向け魚雷3本を発射。うち2本が、 白六丸の左限三番戦争と左限バンカーハッチに命中し、同戦は沈没した。翌19日0600、21号区戦艇が反転し、マニラへ向かう。戦団は20日にバキット湾に到着し、21日に出港。24日にガヤ湾に到着し、同地でしょう104戦団となる。26日に出港した戦団は見張りのしにくい。 夜間航行を避け、同日に、ラブアン、翌27日に、ブルネー沖で停泊。28日1652ミリに到着した。12月10日、第1海上護衛隊は、第1護衛艦隊に改編される。26日、潮風は、第5艦隊第31戦隊第30、駆逐隊に編入される。1945年1月10日、 第30駆逐隊は解体され、潮風は名目上の第30駆逐艦配備となる。13日、潮風は佐世保を出港し、左へに寄港した後、フィリピンからの搭乗員救出のために高尾に到着。31日0900、潮風は駆逐艦場へ、かえとともに高尾を出港。ルソン島西北端のアパリへ、 アパリ防衛のための高尾陸船体や燃料、車両、弾薬を乗せて向かった。輸送部隊は速力24ロットで南下。出撃から2時間後、輸送部隊は偵察の B-24 に発見される。これを対空砲火で追い払ったものの、さらなる空襲は必死となった。1500、台湾最南端、ガランピ岬南方20回里において、 第14航空軍所属の P-38 に、護衛された第38爆撃航空団所属の B-2512 機と、第35戦闘航空団所属の P-474 機の空襲を受ける。潮風は、資金弾により、右弦高低圧タービンと右弦水進軸が損傷して、速力低下。乗員4名が負傷した。かも艦首に被弾し、 損傷。梅は直撃弾や資金弾を受けて機関部を損傷して、航行不能となってしまった。梅の船体は20度ほど傾斜しており、浸水を防ぐ手立ても失われており、梅の生存上院全員が体感した後、潮風は梅を砲撃処分した。梅の生存者を乗せた潮風と楓は、作戦の中止を受けて高尾に引き返した。その後、潮風は、 キールンに移動し、応急修理を受ける。2月15日、潮風は大港警備部隊が一地区隊に編入される。翌16日、本土のクレ港を目指し北上中であった北号作戦に護衛として参加を命じられるが暗黒と悪天候もあり、速度を上げる艦部隊の艦隊からはぐれてしまった。19日、潮風はクレに到着し、修理を受ける。 この時、潮風は、特攻潜水艇回転搭載艦としての改造を受ける。兵装面では、巨雷兵装、三連式 6.5mm トル機雷関係の設備をすべて撤去。手砲も一番手砲を残して撤去した。環境直前と二番砲後、三番砲後に 25mm 連装機銃を2機ずつ、合計6機を取り付けた。また、ウェルデッキ両元。 二番煙突部の甲板両弦に一丁ずつ、五甲板両弦に四丁、合計八丁の 13mm 単装機銃を装備した。関係面では、環境後部最上位置に22号電端を、全部マストに13号電端を装備したほか、後部マストを三番砲跡直後に移設し、移設した後部マストよりも、後方の上部構造物を撤去。空いた、この部分に回転を、 重横二列ずつ、計四艇を搭載した。また、艦尾にスロープを設け、艦尾から回転を発進できるようにした。3月1日、第一駆逐隊は、連合艦隊付属となる。終戦時、潮風は、呉に所在。1945年10月5日に除籍され、同年12月1日に特別輸送艦の指定を、受けて、福音輸送に従事。 その後潮風は解体され、船体は1948年8月25日に、福島県小名浜港1号不当船端の防砂防波堤として埋設された。艦長たちの軍艦誌226から228ページ、日本海軍誌第9艦第10艦の召喚履歴及び艦法による、階級は就任時のもの。米軍では当初、 カモマルを撃沈したと判断しており、シャードとグレーバックの共同戦果となっていた。アメリカ側記録ではこのタンカーはニトルコリラ型、戦時標準タンカー、天栄丸だと判断しているが、動戦は1944年2月10日に浸水しており、疑問が残る。戦闘の経過は、サセ佐ンジュフ戦時日誌よりは粋。この時、白六丸には、 最後に移動する途中の大沼明陸軍、軍学少佐率いる南方軍総司令部軍学隊、隊員28名が乗船していたが、沈没により、大沼少佐以下29名全員が戦死した。ありがとうございます。